キチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今日は広島カープでございます。はい。ね。うん、まあカープ今年ね、うん、よく頑張りましたよ。はい。A クラス残れたんかな。今2位だよ。まあでも A クラスには残ると思うね。うん。そうですね、3位になったとしても、うん、A クラスには残ると思う。 DeNA と1ゲーム差ですからね、この現段階で、うん、だそう考えるとね、うん、まあ、よく頑張ったなって思うよ、はい、再開予想が多い中でね、うん、カーブでしょ、うん、カーブもね、あのドラフト1位はね、うん、簡単なのよ、うん、もう決まってんのよ、はい、第1回選択希望選手、広島真鍋啓太内野手、うん、広陵高校。お地元だから、はい、しかもよ、うん、まあ、今の今年のカープで言えば、うん、デビッドソン、マクブルーム、はい、でサードがね、あのいなくなった林とか、はい、いたけども、うん、で田中康介守ったり小園が守る時もあったけど、うん、サードいないのよ、はい、やっぱり、うん、大型の、うん、クリーンアップ候補の、うん、欲しい、はい、あれ欲しい、地元いいんじゃん、もう1位いっとけ。おピッチャーだってピッチャーは、はい、いんのよ、うん、まあでも先生、誰ドラフト1位第1位先頭希望選手、広島東洋。ちょっと似てんだよな草加。あ、草加くんなんだ。アジア大学、アジア大学、はい、うんうん、このピッチャーかなと思います、うん、でこの草加くんね、やっぱり先発でもいけますし、うん、本当にアジア大学というのはクリクリアレル選手みたいな、うん、アジア好きですし、うんうん、さらにね、大好きなフィールディングがめっちゃいいんですよ、うん、森下君もフィールディングいいし、うん、フィールディングのいい選手ってカープ好きなんですよ、うん、でもカープも6代8ちゃん多いですね、野村、うん、ね、森下、明治、うん、明治ライン、村田、明治ライン、明治好きですね、うん、明治みんな好きですからね、結構。でも明治とアジアのピッチャーに比べたらアジアじゃないかなって、うん、確かにいいですよ、両方、うん、っていうのが、うん、僕1位な、うん、坂本さん、じゃあ私佐藤さんの1位行ったとするじゃないですか、うん、その2位っていいですか。うん、2位、うん、第2回選択希望選手、広島東洋カープ。カープまで言わないけど広島東洋だから、東覚えてないですね広島東洋高太一。おー、あの高投手、うん、これ大正大なんですけど、うん、広陵高校出身です。おらららら、まあ、去年もね、うん、長谷部海でね、はい、トヨタから左取ってるからね、リリーフ、うんうん、1位だよ、あ、2位、うん、広陵おー、まあ、高校と大学であれですけど、うん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 、じゃあ俺、2位っていい、はい、第2回選択希望選手、広島東洋、松田実る投手、明治大学。うん、明治行きました。明治好きやから、はい、しかもね、オフの投げ込みで投げる体力がつき、中1日で救援登板をしたっていう、うん、しかも走り込み、カープ好きやん、体力あるやん、好き、うん、明治どう、明治、うん、柳に似てる。おお、中日って明治好きだよね。好きそう、中日大好きですよ、星野さんないん、あるんちゃう、うん、中日大好き、多いよね、村松もってますしね、うん、ね、もともとマスターもそうだし、柳も好きだし、野手はいると思う、俺もう本当、うん、1位本当に真鍋行くんちゃうかっていう、はい、まあ、ピッチャーも正直ね、まあ、栗でしょ、うん、大瀬良、森、うん、森下、うん、あとまあ黒原が投げたりとか、増田投手も出てきましたね、床田ね、うん、あ、そうだね、うん、遠藤で玉村とかもいるから、うん、あの去年取った斎藤君でしょとかも出てくるっていうことを考えると、うん、結構いますね、うん、うん、でリリーフも後ろが、まあ、栗林、うん、矢崎で、今年はターリーとか、うん、大道も良くなってきたし、うん、で、まあ、松本、ね、島内ね、うん、松本今年ちょっとダメだったけどね、島内もいるから、うん、で、森浦やっぱ野手やろ、ここは野手1位野手、ちょうどいいのいるし、うん、で、2位でピッチャーいけるやんっていう、いけますね、うんうんうん、ピッチャーいっぱいいるからね、うん、あと左のリリーフとか欲しいけどね。あ、でもあれですよ、あの高田太一くんはマルチなんで、うん、そうだ、リリーフでもいけますよ、うん、じゃあ2位ある、2位ある、うん、2位ほんとありますね、ある、うん、あとちょっと外野も欲しいんだよね、外野、外野、うん、だから高卒ですか、大卒ですか、高卒、パンチ系パンチ系ない、外野、ホームラン系ですね、うん、あー、じゃあもうこれやな、カープが好きそうなのいたわ、うん、第4回戦と伊藤選手広島東洋、千葉な新之助、外野手、沖縄尚学高校。ほー、
好きそうじゃない？好きそう。沖縄。スピードもあるし、パワフルだし。しかもこれ真鍋くんと2人で取れたらいいや。俺は島根の同じ中国地区だから。はいはいはい。高野くん。高野くんね。うん。もうやっぱ同じ中国地区だからいいかなと思ってんだけど。でも千葉くんとあでもそうか。内野手だもんな、外野じゃないのか。ピッチャー去年取ってるからね、いっぱい、そいつらはやっぱ頑張らせなきゃいけないから。でもまあ大学生は 取りたいよね、うんうん、2位でね、うんうん、あと欲しいポジションどこですか。でも末金とかも出てきたしね、外野ね。そうなんですよ。でまあ西川、秋山、うんうん、で堂林もね、よかったし、うん、で野間、うん、大森、初期とかね、うん、あのこうちょこちょこディアノ、うん、で小園、菊池でしょ。やっぱ高校生やな、高校生、野手も高校生の二遊間、うん、まあいてもいいね、いても1枚、うん、いても高校生ね。ということでですね、うん、はい、いいの？ちょっとエロいるんですよ。おちょっとね、右の内野手、うん、でいいね、ちょっとおすすめしたいんですよね、うん、左多いからね、多いんですよ、うん、いいのいるんですよ、おいいっすか、はい、この選手です。第50選択希望選手、広島東洋桃崎葵、内野手、東海大熊本星翔。この子ね、もともとね、東海大相模にいたんですよ、うん、で相模で1年生が出てて、うん、僕、どっちかというとこっちの印象が強かったんです、うん、で、噂でどう、なんか消えたみたいな、うん、いろんな揉め事があって、うん、まあ、学校が変わったみたいな、2年生から転入したんですけど、うん、178cm、74kg、うん、肩も強くて、足もこれ5秒8と、うんうん、で、高校通算40発、うん、っていうところで、これね、意外と、うん、評価高いんですよ、うん、右の内野手というところで、うん、出る内野手ってとしては、うん、評価が高いんですよ。俺第60があるんだけど、第 60, 第, 60いい第6回選択希望選手、広島東洋、増田隼人投手、光高校、山口、いい中国地区へ選抜出場しましたからね、光高校、うん、しかも U18 代表候補、へしかも中国地区地元だしね、うん、だから6位ぐらいの回で、はい、高校生、うん、地元も開くやん、はい、よくない、うん、6位ぐらいで、うん、光高校ね、やっぱり珍しい学校ですから、うん、取ったってほしいですよね、うんうんうん、そう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 、うん、そしたらね、聞かないですか、地域性もあるしね、うん、うん、で若いのはね、いた方がいいし、うんうん、何気に、お、いいですね、うん、だから俺はもう本当1位だから真鍋くん、うん、でこの高くん、ね、高くんの1、2、はい、この1、2がいいな、はい、いろんなことを考えても、うん、で3位ぐらいにやっぱり大学社会人のピッチャーいるよな、うん、1人ぐらい入れときたいよな、うん、2位、3で大学社会人、うん、でまた4位ぐらいで千葉なく行って、うん、あ余ってる、あんまり多分それは大丈夫です、うん、だから3位あれでいきましょう、名城大学のピッチャー栗林、うん、系列で、うん、おー、いいね、いいね、いいね、栗林系列ね、栗林系列、うん、で、4位で千葉楽行って、はい、うん、で5位で桃崎君どうですか、あ、いいね、いいね、いいでしょ、うん、で、6位であれ行こう、まさく行こう、もう完成やろ、完成、うん、で、最後に選択終了どうします、これ振り返りやるじゃないですか、うん、でドラフト前に何て言ってたかって言って、うん、全部こうメモするじゃないですか、うん、人言いすぎて誰も当たってなかったいやでもウェーバーは兼ね合いあるから、はい、そうそうそう、他の兼ね合いもあるから、そうそこの、1位に、まあ、じゃあ高卒の野手とか、うんうん、そういう言い方も一応残しておいた方が、うん、ね、だから高校生の野手だ、1位2位で大学社会人のピッチャーと高校生の野手、野手、はい、で3位で、まあ、2位だから1位2位3位で高校生の内野手と、うん、まあ左右で、うん、でピッチャー2人か、2人ぐらい、だから4位までに、あとは高校生の外野とか、はい、いた方がいいかなっていうね、うん、で下位でね、地元枠で、地元枠、うん、なんかゆとりあるドラフトですね、結構、うん、うん、そんな別にチーム力低くないからね、うん、でも2軍もいい選手いますよ、ね、うん、はい、だからそんななんかバタバタしなくてもね、うん、地域性と若いの取って、うんうん、いいなと思う人取ればいいですね、そう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 、それだね、はい、それがいいね、うん、うん、どうする、全部当たってたらすごくないですかこれ、それはやばいですそれは、うん、里崎チャンネル見る目ありすぎるってなります、うん、いや絶対ある、里崎カープス謎のスカウト説あるから、ね、当てますもんね、ある程度も、うん、よくないなんかね、あ、でも結構いい感じで選びましたよね、感じもね、うん、でしかも別にね、その順位的にもそんなそこまでなかなか余ってないようもないしね、うん、
うん、私他の球団であんまり出てない名前が出てるんで、うん、そう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 、うん、いいよね、うん、いいですね、うん、多分今年はねキャッチャーは絶対いらないと思うんだよ、うん、去年も取ってるからね、はいまあ、そういった面では、はい、まあ、カープはね、うん、そういうところだと思いますけども、うん、カープファンの皆さんどう思いますか、はい